皆さんこんにちは。ペンの時点の桃香と上田天才子です。はい、本日の企画は大人気デニム縛りのジャンル別よろしくお願いします。人気のこちらのパーツ配色スキニーパンツとイージーストレートデニムパンツを使用したカジュアルコーデと綺麗めコーデのジャンル別でご紹介していきたいと思います。はい、本日は私たちの私物を使用したコーディネート紹介になるので、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。それでは今日紹介するデニムの商品説明をしていきたいと思います。はい、でまず私が履いているこちらのパーツ配色スキニーパンツなんですけど、このベルトのループ部分とこのバックスタイルのポケット部分の配色がポイントになっているので、絶対に他とは被らないデザインになっております。ストレッチも効いてるので履きやすくなっております。では私が着用しているのがデニムの中でもダントツ人気ナンバーワンのイージーストレートデニムパンツです。パフも全員愛用してるくらいすごい人気で、ゆったりしたシルエットなんですけど、すごいスッキリと履いていただけて、超ハミデニムです。私が着用しているのが S サイズなんですけど、あえてワンサイズ上げてダボダボって履いても可愛いので、結構サイズ違いで購入される方も多くいらっしゃいます。今現在店舗でも発売中ですので、チェックしてみてください。まずワンコーデ目をご紹介していきたいと思います。私は私物の春っぽいカラーのオレンジのキャミを使用していたんですけど、結構色味が可愛いのでよく着てます。羽織でこの今販売中のハイブロゴパーカーを持っていきたいと思います。インナーがオレンジで結構色味があるので、ちょっと春らしい感じでこのホワイトのパーカーを合わせていきます。後ろのロゴが特徴的で、すごく店舗でも大人気です。パーカーに合わせてエゴイストの刺繍キャップです。こちらで完成です。上がちょっとオーバーめなので、中はこのタイトなキャミとタイトなこのスキニーパンツで合わせたコーディネートにしました。では次はこちらのトレンドのグリーンのカラーを使用したシャツと、こちらのロゴのビスチを合わせて着てみたいと思います。こちらは胸元がしっかりゴムになっているので、すごいズレ落ちにくくて1枚でピタッと着ていただけます。結構大きめのロゴがコーデのすごいポイントになるので、シンプルなデニムだったりとかシンプルなボトム合わせがマストですね。こちらのシャツは全然あの夏とかでも羽織で着ていただけるくらいの素材感で、はい、ポイントで同じ色の刺繍が入ってます。ジョーダンのスニーカー合わせます。色物とか使ってるんで、こういう無地のシンプルな黒系で仲良くまとめてみました。続いてのコーデをご紹介していきたいと思います。この私物の T シャツを着ていきたいと思います。カジュアルコーデには欠かせないロゴアイテムです。こちら5月販売のジレを羽織っていきたいと思います。結構このコーデだけだとカジュアルすぎるので、こんな感じで羽織って、ちょっと大人カジュアルっぽい感じで、こちらの布のエゴイストのニット帽をかぶって、で私は最近ニット帽にこのメガネをつけるのがハマってるので、こちらも現在販売中です。エゴイストのものです。こんな感じです。コーデの完成です。大人カジュアルコーデです。じゃあ私はこのデニムでこちらのトップスを使用していきたいと思います。ショート丈のポロシャツですね。はい、こんな感じです。で、小物に今発売中のメガネをかけたいと思います。こんな感じです。
い、続いてのコーデを紹介していきたいと思います。次はこちらのダブルレースアップトップのグリーンを着ていきたいと思います。黄色みがめっちゃ可愛いです。グリーンでウエストマークのデザインになってるので、このタイトなスキニーと合わせるとかなり細く見えますし、スタイルアップ効果も抜群にあるので可愛く着ていきたいと思います。で、私はちょっとワンショルダーで着たいと思うので、こんな感じで肩を落としてみました。バッグはもうすぐ販売予定のこちらのホワイトのバッグを使用していくので、シューズは色味に合わせてこちらのホワイトのミュールを履いていきたいと思います。結構ね、綺麗めな胸の完成です。はい、ではこちらのエゴイストで大人気の T シャツを使用した綺麗めなコーデをご紹介したいと思います。このままで着ても可愛いんですけど、ちょっと今っぽくクロップド丈でいきたいので、前を結んで入れ込んでいきたいと思います。の中に入れ込むだけで簡単に綺麗にクロップド丈になります。で、こちらのジレを使用していきます。羽織るだけで綺麗めになります。完成です。はい、続いてのコーデをご紹介していきたいと思います。こちらの私物のトップスになるんですけど、こちらを使用していきたいと思います。こんな感じですね。で、ミュールを白で合わせていきます。こんな感じで、こちらのボタンのバッグを肩にかけてハイライセレブっぽい感じのコーデに仕上げてみました。デニムがちょっとカジュアルなんですけど、上を綺麗めなもので合わせるとすごく綺麗めな感じにも仕上がります。次のコーデはこちらの白のオフィシャルのニットを使ったコーデにします。こちらのトップスは襟が大きく開いたようなデザインになっていて、気になる二の腕周りがカバーしてくれるようなデザインになってます。で、ちょっと袖が長めのデザインなので、今っぽく着るにはあえてクシュクシュって袖をダボつかせるのが可愛いです。じゃあこれにアクセシルバーのチェーンのネックレスを使用していきます。首が開いているので、こういうちょっと大きめのアクセント入れると顔周りも華やかに見えます。バッグはこちらの新作のバッグを使っていきます。大人っぽきれいめコーデの完成です。着回し紹介はいかがでしたか？エゴイストのデニムはデザイン性以外にも素材感だったりシルエットとか履き心地にもとことんこだわっているので、ぜひお近くの店舗やウェブストアでもチェックしてみてください。また私たちのインスタグラムでもおすすめのコーデを毎日紹介しているので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではこの動画が良かったら高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたします。お願いします。バイバイ。I'm OMW. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW.